作るメイキンは私だけのものだって思ってたあの日まではというところに所属しております、はい、6人でゆうずつと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで1曲目にお送りした曲はですね、はい、合鍵という曲で、はい、さっきちょっとあの森本音さんに紹介してもらったんですけど、そうですね、あのもう歌詞聴いてれば分かったと思うんですけど、合鍵をもう空に向かって投げるみたいな、これは不倫とかまあそうなんですね、不倫の曲なんですね。さっき MC でね、あ、そうそう、MC であのちょっとあったと思うんですけど、まあ不倫といえばね、あれですよね、そうそう、宮崎衆議院議員あ、かねよ、ベッキーの流れ来るかと思ってめっちゃ準備してた。もうちょっと人あのブーム終わったんで、ね、あ、本当に今はもう宮崎衆議院議員、いや、でもイクメン、いや、今日ベッキー来てるから、なんかさっき LINE ニュース見たら、ゲスの極み乙女とベッキーのなんか不倫疑惑のまとめみたいな中に、ベッキー今日32歳の誕生日、ブログでファンが祝福コメント殺到みたいな、ベッキーおめでとう、ベッキーおめでとう。でもその不倫疑惑の中にベッキーの誕生日のニュースくくられてたから、でも写真があの不倫会見の謝罪関係の時のなんかみたいな写真だった。おめでとうみたいな、おめでとうっていう、これ絶対 LINE ニュース悪意あるわって思いながら見てたんですよ。そんな感じで1曲目はね、まあ、不倫の曲をね、はい、はい、お届けいたしました、はい、2曲目3曲目連続でそうですね、ですけども2曲目はあやとりという、ね、ちょっと、ゆったりとした、そう、あやとりってこれあの昔の
恋愛を思い出してちょっと切なくなる曲なんですけど、あの先月私たち2月に、アーティファクトのサークルライブがあった時にも歌ったんですね。でアンケートで歌詞に共感してめっちゃ泣きましたっていう人いた。何があったんやろ。この子何があったんやろ。これめっちゃ歌詞が切ないんでちょっと注目してもらえればなっていうのと、もう一曲がですね、ジルネコリアソシエーションさんというグループさんのカバーで、はい、和という輪っかの和という曲を、2曲続けて歌いたいと思います。こっちは初披露なので、はい、頑張って歌いたいと思います。それでは聴いてください。
てもめぐる眩しかったんですよ。すいません。ステージあるある。目がショボショボするやつ。はい。というわけで3曲をお送りして、私たち次の曲で最後なんですが、はい、いつもちょっと曲紹介が多いので、私たちのこともちょっと話しておこうかなと思っていて、今日一晩の目のシグネットさんは23歳から29歳って言ったかな。なんですけど、私たちもまあ社会人アカペラサークルあるあるみたいな感じで、あるある26から32歳まで32歳まだ隠す年じゃないですよね。でもなんか本人がいや32歳って言うからちょっとここは伏せてあげて、まあ、誰が32歳か32歳一人だけ平成生まれなんですよね。僕です。あ、言っちゃった。すいません。今ちょっとなんか、あ、これ誰がそうだと思いますかみたいなやつやろうと思ってたわ。あー、マジですか。すいません。打ち合わせ不足。コンセンサス不足。33です。ほら。すいません。すいません。先輩、すいません。
ちゃんかーくんさ、はい、フォロバって知ってる何か。フォロバ、フォロバって何か知ってる。フォローバック。あ、知ってんのやっぱ。え、なんか、じゃあの、え、知らないですか。いや、なんでいきなりって思うかもしれないけど、今日私たちツイッターのアカウントがあるんですよ。あ、それも宣伝したいんですけど、それ後で。で、あのイヤホンジャックさんにあのフォローしていただいたときに、私もあフォローしてもらったと思って返したら、フォロバーありがとうございますって来て、私はフォロバーってなんじゃいってなったの。なんじゃいって。知らなくて、フォロバーって。楽すな、楽すなって。しかもなんか、あんま深く考えすぎて、あ、今のアカペラ界のワコードたちはバンドをフォローすることをフォロワーって言うのかと思って、うわ知らんかったってなっちゃうでしょ。わかったとか言わない。30秒後ぐらいにちょっと待てよと、これ Google 先生に聞いてみようと思って、はい、じゃあフォロワーとはいわゆるフォロー返しのこと、フォローバックの役みたいなこと書いてあって、おマジかってなった。やっぱ知ってんね。アリさん絶対知らないでしょ。知ってたよ。嘘。それ今知ったよ。で30歳なんだから絶対知らない。フォローバックのことですね。マジか。まだ年じゃなくて、そのなんでしょう、この IT になんかリテラシーやってるし、どうかの話だよ。やばい。リテラシーの問題でしょ。やばい、ね、こっちリテラシー高めだと思う。あのこっちにね、そうシステム系の会社。私もそっち入る。システム系の会社。私フォロバ知ったからそっち入れるし。なべさんだけ。フォロバ知らなかったですし。こっちこっちこっち。ここで戦略が多分。でもあのね、ツイッターのアカウントがあ、そうなんですよ。それを宣伝したかった。フォローバしますんでね。フォローバしますんでね。違うな。フォローバしますんでね。フォローされてフォローバしますよね。そうそうそう。フォローしていただけたらフォローバしますんで。そうで、フォローしに行ったらフォローバしていただければね。そうお互いにもアカウントのフォローが増えるんで。めっちゃ使いっぱなしてる。さすが平成ユーザー。くそよ、先生。あ、でそう、私たちのアカウント、ユーズツアカペラって検索すると普通に出てくるんですよ。私それこの先月のサークルライブの時知らなくて、そんなんじゃまだこんな組んで数ヶ月のバンドがそんなツイッター界のアカペラのユーズツを名乗れないと思って、はい、アカペラユーズツって調べても絶対出てこないと思ってたから、やってみたら出てきたんで。競合いなかったですね。あ、なんもないです。今瞬時に難聴になった。聞こえ聞いてたら。ちょっと喋りすぎた。あとよろしく。ということで、我々は、まあ、関東を中心にあのゆるゆると活動していますので、またぜひ皆さんの前に出る機会があればぜひあのライブとか来ていただきたいなと思います。ということで最後の曲はですね、伊佐山美穂さんの月のワルツという曲でして、もうこれもあの完全に知ってる世代と知らない世代であの年齢が分かっちゃう曲なんですけど、昔 NHK のみんなの歌で、実は多分あの僕より下の子たちは知らないです。僕も知らないんで、若ブルーそうやあの僕も知らなかったんで、それ知らなかったにドヤみたいな、ドヤうわマジこのやろ。仲はいいです。30歳ぐらい、20後半の方の、何歳ぐらいの人？私知らんかった。ああ、私知らんかった。リテラシーのもんね。あのジャズワルツのね、はい、あの曲でちょっと今まで歌った3曲とはまた違った雰囲気の曲ですので、最後まで、楽しんでいってください。それではお聴きください。月のワルツ。See you.
ひざまずいてワルツに誘う。Oh,